どうも、六六首のエンタメラボへようこそ。六六首のサクとキメラジです。ということで、エルピス第6話直後考察動画。いやちょっと動きすぎじゃない？いや動いたね。動きましたね。うん、一番の衝撃で言うと、まあ、フライデーボンボンがウィークエンドポンポン。いや別にそれはいいから。こんなサプライズがあるとはね。いや全然いいのよ別に。あ、いいですか？うん。あ、ボンボンガールズの行方がちょっとね心配だけども。あ、そうだね、うん、個人的な MVP はやっぱ村井かな。いや村井がねやっぱいいやつだったね。まあいい、まあ急に手のひら返しというかね、うん、どういう心境の変化があったのか。人が変わったように。いやね、そうだよね、うん、まあ口は悪いけどなんかちょっと先が読めてる、締めるとこは締める大人みたいな感じだね。そうだね、ちょっと憎めないキャラだね、うん、でやっぱ登場人物それぞれ状況がすごい変化しまして、うん、村井岸本は左遷で制作から離れた、朝川は大出世で、斎藤は全てを捨てて大門側にと、うん、うんうん、まあちょっとなんだろう、この6話っていうのが人も動いたし、問題の八頭尾事件もまあ動いた、まあ、特にちょっと次回予告がね気になったシーンが多かったので、うん、まあ、そこら辺触れながら6話を振り返りながら6話直後考察やっていきますので、最後までご視聴よろしくお願いします。そんなエルピスはカンテレ、フジテレビ系列にて毎週月曜日夜10時から放送されておりまして、僕たちの動画はそういう翌日に、当日にはリアルタイム生考察もやってますので、たくさんのお越しをお待ちしております。まずはですね、この6話のちょっとおさらいポイントとして2つほど挙げたいんですけども、6話でドラマの時間軸が進みましたね、うん、今まで2018年だったんですけど2019年になりました、うん、作中で新元号が発表されましたよっていうニュースがあったので、新元号のね発表が2019年の4月1日となりますので、うん、まあ、時間軸が2019年の4月以降、まあ、5月6月ら辺の話だよっていうのはなってますね、うん、でもう一個がですね、フライデーボンボンによる八頭尾山事件、これの特集第3弾が放送されてすこぶる反響があって世間も大注目してきたよと、うん、まあ、その結果ですね、松本死刑囚逮捕の決め手となった目撃証言をした西澤が逃亡したと、うん、まあ、これによりですね、重要な参考人を失ってしまったじゃないかと、弁護士の木村が言ってましたけども、はい、まあ、西澤が逃亡することによって冤罪を覆す上で重要な参考人を失ったと、うん、いうことで、やっぱ再審の可能性も極めて低くなったよっていうことですね。そうね、うん、まあ、これはかなり浅川陣営からするとすごい痛で、いやそうだね、うん、まあ、もうちょっと考えれば思いつきそうだったけどな。まあちょっと放送っていうふうになってなりすぎてたな、うん、でここで言うと多分西澤消されますね。いや消されるね、うん、政府からしたらね、西澤が口を割る前にね、うん、消すのは当たり前ですよね。まあそうだね、6話でね消されるかと思ったら6話は多分生き延びて今逃走中です。逃走中だからね、頑張ってますけど、うん、まあすぐ簡単に消せる人物っていうのもね、こういうポジションに置いてるとは思うんで。そうだね、うん、消されることはあると思いますね、うん、で次は斎藤に関してですね、この6話でね斎藤は浅川そして会社からね去っていきました。で大門側に着いたということで、でこれまでね斎藤がやってきたことも判明して、どうも前々からね大門副総理の指示で斎藤が会社に八頭尾山の事件を取り扱うなと圧力をかけていたらしいですね、うん、まあこのことがあったから前回の5話で急に八頭尾山事件の特集が中止になったと、うんうん、急遽ね中止になった理由っていうのは明かされなかったんだけども、まあこういった事実があったよってことだよね。うん、そうだね、うん、で斎藤とね浅川がちょっと別れる形にはなってしまったんだけども、うん、まあシンプルに見るとね、おい斎藤浅川捨てて大門側行ってんじゃねえよと、裏切り者がとは思いますよね、うん、いや思うよね、うん、けどこの決断にはちょっと斎藤のね隠された真意があるかもしれませんね、うん、まあ、気になったセリフとしてはですね、浅川のセリフで権力の犬になる真実をねじ曲げるのを一番軽蔑してた人間がなぜと、うん、いうふうに言ってました、はいはい、だからもともと斎藤も浅川とか岸本みたいに正義の心はあったと、うん、いうことがわかりますね。そうだね、うん、その精神が今でも実は持っているとしたらですね、うん、まあ浅川や岸本を守るためもあるし、まあ犠牲者は俺だけでいいという自己犠牲で単身で大門サイドに乗り込んで大門のやってきた闇を暴こうとしてる可能性もあるのかなと、うん、ああもう肌からその目的で潜り込んでるんだと、うんうんうん、で後から岸本とか浅川も取材してきたからずっと止めてたみたいな、軽くね、うん、ああなるほどね、だからなんだろう、この最終局面でね斎藤の手助けで冤罪が立証できて斎藤に歓喜するって俺らが、まあねええやつやん、うん、
でもそれだとちょっとええやつすぎるからさ、なんて言うんだろう、割と今は本当にダイモンの側に寝返ってて、でもやっぱり浅川とかの岸本のまあ頑張りとかそういったのを見て、うん、ちょっと自分も改心して、ね、結局はダイモンを裏切るみたいな展開の、まあどっちかかなとは思うよね。なんか悪では終わんなそうだよね。いや悪では終わんないと思うよ、うん、なんか超重要な USB をポンって渡して、ね、匿名で浅川の手元に、あこれ誰のなみたいな。ああなるほどね。ああそれありそうだ、ね、で実は斎藤からです。斎藤から、あそれ俺に行かなきゃっつったらもういなくなってるっていう、ダイモンに消されてますみたいな。死んでんの、なんとも悲しい結末。斎藤死んでたらちょっと面白くないよね、正直、うん、なるなる、うん、でちょっとここら辺に関してですね、 TVer の限定配信の8人はテレビを見ない第3話でもね、まあこういったことを示唆してんのかなっていうのがあったんですよ、うん、ドラマ内で大事なことを絶対言葉にしないというねセリフがしきりしきりに入ってました、うん、だからなんだろう、大事なことを言葉にしないっていうのは、まあ斎藤が浅川に今回指輪をあげていたのはありますよね、うん、まあ大事なこと、まあ好きっていう言葉を言わない、まあそういった部類もあるだろうけど、うん、実は冤罪事件を暴こうとする浅川を守っていましたよっていう見方もできるかもしれない、うん、なるほど、うん、ちょっとスピンオフ面白かったんでよかったら見てください、ね、いやそうだね、うん、で次はですね、この6話で真犯人像っていうのがすごい見えてきましたね。いや見えました、うん、はい、八頭尾山事件の真実に近づく重要なシーンがありました。左遷された岸本がですね、一人で取材を続けていると、その中で例のシャッター街がまた出てきまして、シャッター街近くのカフェに入った岸本、そこの常連客の会話がすっごい重要でしたね、うん、その重要なワードっていうのを抜粋してちょっとこれ載せますね。はい、まあこういったね、今ずらっと並んでるセリフたちがこうバーって語られてたんだけども、うん、まず謎の男は幻影じゃなかったですね。いやほんとだね、ちょっと存在してたんだね。あお店も営業していたと。いやそうだね、うん、そして謎の男の正体も、まあ、判明したと思いますね、うん、本庄健太の息子さん、そう、まあおそらく大きい会社の息子みたいですね。そうだね、うん、でこの本庄健太と大門副総理が親密な関係であるということも分かりました、うんうんうん、で次回予告でもですね、気になるカットがありまして、本庄家には子供が3人いるらしいですね、うん、次男と長女は本庄健太で働いていると、うん、だが長男だけは所在不明となっていました、うん、謎の男が思い浮かべますな。まあ、あいつだろうな絶対な、それしかいないもんね、うん、だからこれによってですね、真犯人が本庄健太の息子、うん、まあ瑛太さん演じるね、うん、これがかなり可能性高くなってきた。おそらくアキラかな、本庄アキラ、本庄アキラ、うん、だからこう、まあこれを全部ねシンプルに捉えると、うん、本庄健太の息子のアキラが事件を起こして、うん、まあそれをね大きい会社の社長である父親が親密な関係である大門、まあ当時警察庁長官かな、うん、に頼んで事件をねじ曲げた、うんうんうん、その恩恵で大門は本庄健太から絶大なる応援を受けて、うん、今の座に上り詰めたみたいな、はいはいはい、展開が見えてきましたね。まあ、そうだね、うん、だからもう割とアキラが犯人っていうのはもうそんなにドラマ的にも隠すつもりはなくて、うんうん、だその、まあ、本庄アキラを取り巻く、まあ、ダイモンとかあの辺のそういった政治の闇とかをどう崩していくのかっていうのが割とドラマの見どころになってくるんだろうね、まあ、そうだね、うん、で次はですね、次回予告に関してなんですけども、うん、気になるシーンがたくさんありましたね、うん、まあ、特に衝撃的だったのが被害者女性が売春やってた過去がみたいなシーンですよ。これだからウケメさん、これ見た時すごい興奮してましたけども、だってまんまなんだもん、まんま。あーごめん、俺考察的な意味で投げかけたんだけど、あら語弊がありましたね。危ないかもしれません、あなた再現率がさすごすぎて何とは言わないけど、ご存知でよくね、はい。で、この予告に映ってた女の子が2018年に、殺害されてしまった女子中学生、中村優香ちゃん、うんうん、まあ、これを見た時にですね、一気にこの被害者側にも疑念が生まれましたね。いやそうだね、うん、だあの映像をもうほんと素直に受け取るんだったら、まあ、真犯人が運営する、売春クラブみたいなところに被害者女性もいたと、うん、で、その女の子とまあ、経営する真犯人のトラブルによって女の子は殺されてしまったっていう可能性も出てきたからね。まあそうだね、うん、まあ、ただでさえ多分18歳以下なわけでしょ、はいはい、それで働いてたっていうのもあるから、うん、まあ、都合悪くなったら消すみたいなのは、ね、そうだね、ありそうだもんね、うんうん、で、ここの売春に関しては本当個人的な見解なんだけども、うん、2018年の被害者の女の子しかやってないと思うんだよね。
あ、もしやってたとしても、そうそうそう、もしやってたとしても、はい、十数年前の3人の被害者の女の子たちもいるんだけども、うん、ちょっと見た目とかさ、家族とかの証言もあったじゃん。まあね、妹はパンツ売りませんみたいな。はい、そんなストレートにやってないけど。あ、そっか。まあまあまあ、てかあったじゃん。あったね、うん、まあこれっていう根拠はないんだけども、まあ特に見た目かな。あ、ちょっと合ってないと思うんだよね。まあまあね、これ主観でしかないけどな、正直、うん、あとパンツは売らないっていうのをお姉ちゃん言ってたからそこめっちゃ信頼してるんだ、うん、俺ここは信じたい。だからやけに2018年の被害者の女の子はちょっとやんちゃなイメージはあるのよ、写真とか見てね。まあなんて言うんだろう、すごい顔立ちがはっきりしてて、まあ、なんかあの伸びてます、あの鼻の下伸びてますタイプだなってのがバレちゃった。でもただちょっと色気はあるみたいな、ね、色気あるみたいな、うん、簡単に言うと色気はあるみたいな感じだから、まあ、ここもちょっとねまだグラグラしてる状況かな。でここに関して言うとね、僕はこれ捏造だと思ってるんですよ。あら、ディープフェイク的な。そうそうそう、要は大門側がね、うん、こういうのを捏造して、まあ、先ほど言ったディープフェイクとか、そうサイトを捏造することによって世間からのねこう注目をずらすというか、うん、まあ、目的としてはこういったね、いけないこと、うん、罪の部分を本当はあるんですよっていう風に世間に見せて、うん、被害者も多い、これ悪いぞと、うん、印象操作っていうかな。そうだね、うん、そういうのをして事件をこう複雑化させてほとぼりが冷めるのを待つ作戦というかさ、うん、難航させるみたいなもんかな。そうだね、今完全に世間はさ、どんなやつが加害者なんだに注目してるけども、それが一気にどんなやつが被害者なんだっていう、そっちの興味に変わっていくってことだな、うん、そうそうそう、興味を分けるというか、うん、で、まあいろんな他のニュースもあるじゃないですか、うん、なんかそういうのに埋もれさすというかさ、うん、そういう作戦なのかなってのも思うんだよね。まあ、それはありそうだよね、うん、本名でデリヘルやらないんですよ、あの噂ですけどもね。あ、噂で、あくまで偽名を使うっていうのは俺耳にしてますから。ああそうなんすか、俺全然知らないけど、うん、そうなんだ。そう、うん、でしょ、うん、知らない噂で聞くから、うん、あんまないと思います。あ、でも本名使われてたからこれ。まあもろ本名だったね、中村優香ちゃん、うん、本名使わないらしいんで、まあこれはちょっと決定的な証拠かなとも思います、うん、だからこの予告でなんか売春っていう要素も出てきたから、うん、八頭尾山事件の見方もそうだし、考察も難しくなってきたね。いや、まあ難しくもなってきたし、なんか割とさ、このドラマの流れでさ、もう被害者のさ方たちは本当にただただ被害者なんですみたいな流れになってるから、うん、あ、意外とそうじゃないのかもみたいな風になって、うん、エナたちがそこで苦しむっていう展開なんだろうね。うん、でも本当に闇がありましただと結構救いようはないから。いや、そうなんだよ、サクが考察したように、それは政府とか、うん、そっちの政治が絡んだ陰謀みたいなの方が、まあ、すっきりはするけどね。まあ、もともとこのドラマって重い題材だからさ、うん、ハッピーエンドは見たよね、ちゃんといや、まあね、うん、まあ、俺は結構闇に落ちっていうか、なんかそういう攻めた、そう、攻めたオチも好きではあるけどね。なるほど、ここに関してのね感想もよかったら、うん、教えてください。さあ、ということで、まあ、今回も本当にあっという間に過ぎましたね。面白くて過ぎました。だって鈴木亮平さんがこの第6話からがなんかね、もう本当のエルピスだみたいなね、はあ、ことをツイートされてましたからね、うん、なんか噂で言うと最終章に入ったみたいなね。なんかそうだね、うん、いう声もありますから、もっともっと動くし、うん、それこそさっき言った次回予告もね、 YouTube で上がってる次回予告もすごかったし、うん、TVer 限定で配信されてるスピンオフドラマもそうだし、うん、まあ、岸本らが作った八頭尾山特集の VTR、うん、あれすごいね、ね、本当にすごかった、うん、これもね全部面白いので、うん、本当見てみてください、はいはい、ということで僕たちは他の動画も取り上げております。ドラマのお供に六六首、我々と一緒にドラマを楽しんでみてはいかがでしょうか。よろしくお願いします。ということで以上六六首でした。ご視聴どうもありがとうございました。この動画が少しでもいいとなと思ったらチャンネル登録、よろしくお願いします。ということで最後のキメロジェ、はい、卒業してしまったボンボンガール、次に決まった新番組の名前を教えてください。もみもみ唐揚げシスターズ。もみもみ唐揚げシスターズ。もみもみ唐揚げシスターズ。